をやめて。ずいぶん苦しそうだ。原因は？失礼だけど、はっきり聞くわ。あなたは人間？もう私の五感は当てにならない。正確には違う。ウィッチャーだ。俺を人間種の一員と認めない者も少なくない。個人的な知り合いですらそう考える者もいる。ウィッチャー？いいえ、あなたでも助けるのは無理。それは分からん。何が問題か話してみろ。何か邪悪な悪魔か悪霊かに取り憑かれたの。そのせいで全く休めてなくて。それが何を求めているのかわからない。毎日現れて、そばにいて消える。今も言える、あの木の上に。何も見えない。でしょうね。姿は見えない。君には見えるのか？薬を飲んだ時だけ。頭痛と吐き気をもたらす薬よ。あの悪霊を、私を苦しめる存在を見張るために苦痛に耐えているの。その悪魔とやら、見た目を教えてくれるか？巨大な馬よ。蹄の音が暗闇の中から鳴り響き、こちらへかけてきて、止まってじっと私を見つめ、また走り去る。どこにでもいる野生の馬ではないんだな。あれはこの世のものではないわ。あの目で見つめられると魂が凍りつきそう。凝縮された悪そのもので、黒いうつろな目をして、あれが現れるたびに恐怖で体がこわばり、呼吸や行動さえ止まりそうになる。それほど感覚を強化する薬の材料は何だ？何かのキノコを入れるのか？チャンバータムか？踊りだけか？惜しい。灰色しめじよ。薬草に詳しいみたいね。灰色しめじ？絶滅したと記憶しているが。ほとんど絶滅に近いわ。乾燥した胞子から数株だけ栽培できたの。それを煎じた薬なら、この悪夢の正体がわかると思って、正しいやり方だった。灰色しめじには激しい副作用があるはずだ。実体がなく、見えないものを具現化する力があるのは事実だな。そう、悪魔の姿が見えた。存在を感じながら姿は見えないよりマシ。先に報酬がいくらもらえるか聞いておきたい。お金がいるのね。オレンでもクラウンでもフロレンスでも構わん。お金は持ってないの。本当に少しもない。ただ地下室にジャガイモがあるわ。今年は豊作だった。もしすぐに解決してくれるなら、何袋かあげる。どう？そういうことなら報酬はいらない。ジャガイモが必要なのは俺よりも君だろう。よし、本当に何かがいるというんだな。力になれないか試してみよう。手始めにあたりを調べてくる。ガの死骸、ろうそくの火のようにある種の霊もガを引き寄せる。うん、あの世捨て人、完全な虚言癖というわけでもなさそうだ。灰色しめじ、強力な幻覚剤だ。絶滅したと思っていた。なかなか見られるものじゃない。枕に少量の血痕、窓の方へ続いている。血の跡は枕から始まり、ここで終わっている。メダルはまだ震えているな。すぐそばに、森の中へかけていく。何かが夜中に世捨て人の血を吸っていたようだな。彼女と話してみよう。思い当たることがあるかもしれん。
ウィッチャー。苦行者というのは全ての人間の罪を背負って自分の体を石に叩きつけるそうだな。神を称え許しを請うために。君もそうなのか。理由は人それぞれね。私の場合は誰かの虚栄心の犠牲となって苦しんでいる生き物たちのために罪をあがなおうとしたの。人間には関心がないわ。私はそれより動物たちに寄り添いたい。君を苦しめているのはおそらく勇気だろう。だが種類まではわからない。最近疲れを感じないか。皮膚に髪跡を見つけたことは。言ったでしょ、体は日に日に弱ってる。髪跡？もちろんあるわ。シラミだらけだもの。シラミじゃない、もっと大きなものが君が寝ている間に血を吸っている。でも眠れてないのよ。一睡もできない。あいつがいつもいてじっと見てるからもう耐えられない。残念だが見えなければ倒すこともできない。灰色しめじの調合薬を作ってあげる。まだ1回分は作れるわ。それを飲めば見えるんじゃない。そのキノコは俺ですら苦しむほどの予測不能な副作用の恐れがある。そうね、変異した体に灰色しめじがどんな影響を与えるか。そうだな、これを解決するには薬を飲むしかない。よし、飲むしかないようだな。もしユニコーンや女魔術師のことを口走っても聞かなかったことにしてくれ。勇気は見当たらないぞ。このクローバー最高。まさにごちそうね。今のは誰だ。あら、気がついたの。心配したわ、長いこと目覚めなかったから。白い蜜を使おうかと思ったぐらいよ。でもひずめではそれも難しくて。ローチか。その声は気になるな。若いメス馬ならもっとその女の子らしい声かな。そんなにたくさんの動物と話した経験があるの？私の知る限り初めてのはずよ。確かにそうだ。あの調合薬のせいだな。面白い副作用があるものだ。面白いどころか最高でしょう。もっと頻繁に飲んだ方がいいわ。教えてあげたいことが山ほどあるの。残念だがそれは無理だ。常用すると命に関わる。なあ、口笛を吹けばいつでも来てくれるだろう。あれはどういうことなんだ。だってあなたは私の選んだ人だから。必要なら駆けつけるに決まってる。たとえ世界が終わる時でもね。それでも不思議だな。呼べば海の向こうからでも来るかと思えば低い柵があるだけで進めなくなる。どうなってるんだ。あ、誰にだってね、できることとできないことがあるの。
聞いてくれ。薬の効き目が切れる前に勇気を追わなければ。そうね、怪物は勝手に消えてはくれないわ。まずは敵の正体を確かめなくちゃね。ついてきて。お花や虫さんたちを踏まないように気をつけてね。ゲラルト、この辺りを詳しく調べなくちゃ。私が手がかりを探す。あなたはあそこで…そうだね、突っ立ってて。任せる。ちょっとあれを見て。何もないようだぞ。蹄の跡がある。それもただの馬の蹄じゃない。この世界のものじゃない、別次元の存在だわ。これをたどりましょう。ゲラルト、見て。これは手がかりに違いないわ。ガの死骸、大抵の場合近くに霊がいるでしょうか。分かりきった注釈をありがとう。じゃあこの匂いは、ビジマの墓地で嗅いだ匂いと似てるわ。グルガリの時よ、この匂いは死臭ね。普通の匂いだが本当か。シリウマに乗って大丈夫か。もうやだ、ふざけてるの。これでもう敵の正体は分かったわね。さあゲラルト、分かったことを整理しましょう。おそらく勇気か亡霊のような相手だろう。夜な夜なあのヨステビタの家に行っては血を吸っている。たとえそいつを見つけたとしてもどう戦えばいいか見当もつかない。何言ってるのゲラルト、アンブラに決まってるじゃない。実体を持たない勇気だけど馬の姿で現れたのよ。アンブラか、確かに筋が通る。だがアンブラは完全に姿が見えない。ウィッチャーにも。なぜお前には分かる。姿が見えるからよ、おバカ。すぐそこにいるわ。逃げていくわ。ほらゲラルト、早く乗って追いかけなきゃ。ルージ、走れ。アンブラよ、ゲラルト、追いましょう。体力を温存しておかなきゃ。どれだけ長く走るかわからないんだから。ゲラルト、こんな時だからこそ本音を言っておくわ。あなたの乗馬の腕だけどもう少し向上の余地があるわよ。なんていうか、アズナ砂漠に迷いをなくしてほしいの。どっちに走ってほしいのか分かりやすいだけですごく走りやすくなる。時々どうしていいか分からなくなるのよね。左、右、もうここどこなのって。そうか、お前がもっと君の命令に反応してくれたら。鹿と一緒に馬車を引かされそうになった馬がなんて言ったか知ってる。馬鹿にするな。どう、うまい。アンブラを見失わないようにしなきゃ。今は見えてる。ああ、あそこにいる。走れ、ロジ。もうやだ、全力で走ってるじゃない。腹を割って話せる機会だから、時々戦いの真っ最中にこれを振り落とすのか。耳に水ね。そんなこと一度も記憶にない。そうだ、どこか消えてしまったのか。
に燃えるような魔力がまとわりついてる。調べてみた方がいいわ。マルセロ・クレリッチ、騎士か。死んだのは昨年、あの世捨て人と同じような年齢だ。彼の霊魂がアンブラとなり、ピナストリーを苦しめているようだな。口に出す必要がある？自分で字も読めるし、結論も導けるわ。考えが口に出ているだけだ。集中しやすい。ゲラルト、アンブラよ、やっちゃって。話を聞いてくれ。話せ。ただし手短にな。なぜあの世捨て人を苦しめる？俺を苦しめたからだ。許しを請う俺を拒んだ。死後の世界で安らぐことを許されなかったのはあの女のせいだ。毎日あの女に許しを請う罰を受けたんだ。許しを請う？彼女の血を吸い、恐怖で正気を失わせているのにか。説明が難しいが、その通りだ。何か恐ろしい力に支配されている。ピナストリが俺を許す日まで平穏は訪れないと分かっているのに。あの世捨て人とはどうやって知り合ったんだ？赤ん坊の頃から一緒に育った幼馴染だ。彼女が好きだった。でも彼女はいつも憂鬱で、何をしても元気にならなかった。全てに怯えてたんだ。俺は彼女の貧しさが悪いんだと思って、二人で村を出ていい暮らしができるように必死で頑張った。従者になって彼女を連れて宮殿に上がった。でも彼女はすぐに、貴族たちが農民と少しも変わらない品性の持ち主だと気づいてしまった。彼女の目には俺すら下劣な人間に映るようになり、とうとう彼女は宮殿を出て苦行者になった。俺は彼女のそばにいようと宮殿での仕事を辞めた。なのに彼女は俺を拒んだ。関わりたくないと。全てが無情に見えてきた彼女はついに世捨て人になった。今ならよくわかる。だが生きてる間は理解してやれなかった。暗い墓穴の底から見ると、聖者の世界はあまりに眩しく、光が目を刺す。彼らの考えが一度に飛び込んでくるんだ。今ならなぜ彼女が俺を捨てたかわかる。彼女の心は怒りに満ちているのか。それがお前をアンブラに変えたんだろう。なぜ馬の姿になった？馬？どういうことだ。俺は死んだその日から毎日何かの力で墓から引き出され、走らされてる。そして口に血がついたまま戻ってくるんだ。これが何なのかも、どうしてこうなるのかもわからない。ただ彼女に許されるまで終わらないことだけはわかる。だけど彼女には俺が馬に見えているのか？そのようだ。俺にもそう見える。許すことを拒み、お前が苦しむ方を選ぶとは、よほど彼女を傷つけたようだな。一体何をした？彼女に何もしてない。だけど俺は自分の馬を殺してしまった。彼女はそれを見ていた。ブレイズという名の気高いオス馬だった。でも暴れ馬でレースの最中に振り落とされた。どうしても勝ちたかったのに。ピナストリは俺の参加をとても喜んでくれた。ただの農民の子が出場するんだからな。彼女のために勝ちたかった。だから負けた俺は怒りに任せて、鞭で何度も叩いてついに殺してしまった。ああ、後悔してるんだ。どうかお願いだ。ブレイズに代わって
俺を許してくれないか。お前を許すことはできない。俺の力ではな。だがその馬ならできる。頼む、お願いだから助けてくれ。気高き馬よ、どうか俺の罪を許してくれ。彼の馬に代わって罪を許せば魂を解放してやれる。だが許されるべきでないと思うなら許すな。ひどいことをしたのね。言い訳は通らない。あなたの馬は忠実で、与えられた仕事を全うした。それが馬という生き物よ。その通りだ。俺はこの罰に値することをした。だけど馬は恨みを残さず復讐を考えない。それに怪物だらけの森に居続けるのも嫌だから、気の毒なブレイズの名においてあなたを許すわ。ありがとう。素晴らしい気分だ。苦しみが消え、心が軽い。さてと、それじゃあ戻りましょうか。ピナストリも今夜からはぐっすり眠れるはずよね。他に言いたいことはある、ゲラルト？いや、彼女のところへ戻ろう。幽霊は消えた。もう苦しめられることはないだろう。ええ、そんな感じがしていた。窮屈なジメジメした穴蔵から解放されたような気持ちがしたの。誰も救ってくれないと思ってた。心から感謝するわ、ウィッチャー。霊はこの馬に行ってくれ。亡霊が消えたのはほとんどローチの手柄なんだ。それはどうもありがとう、お馬さん。私たちの力を合わせれば簡単な仕事だったわね。それでまた放浪の旅に戻る？近くの掲示板まで走って新しい依頼でもあさってみる？そうしよう。だが薬の効き目は切れかけているようだ。もうすぐお前の言葉は分からなくなる。うまくいかないわね。まだまだ教えてあげたいことがあったのに。それに賢い生き物よね。さよなら、ビッチャー。